はい、ご飯食べます。ウィズライリー、こんにちは。はじめまして。はじめましてじゃないか、 TGC の動画で一応出たから。あ、そうね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 、一応ね。はい、ご飯を作りました。神作る過程はライリーのチャンネルに、ラリリルルロに載ってます。ラリリルレロですね、はい、ラリルルラリリルレロ。コンプレックス取ってほしい。ありがとう。せーの、いただきます。ガチうまい、ガチうまい、ガチうまい、ガチうまい。今日の献立はライリー作のミルフィーユ鍋、サーモンとアボカドのポキと、サラダと大葉とシラスの炊き込みご飯。でもセンスいいわ、献立も。あ、本当に？うん、絶対うまいべ、こんなん。作る過程とか言ってたけどさ、何も紹介しないよね、別に。しゃべっただけだよね。おやほ絶対うまい、もう匂いからうまい。ごめんなさい全出しするぐらい熱かった。めっちゃ熱い熱い、やけろ。うまっ。うまい、なんか柚子っぽいね。柚子、柚子大好き。でも炊き込みご飯ちょっとベタっとの、悔しい。食べてみよう。うまくないわけがないよね。よかった、大葉とね、しらすがね。なるほど、作ろう、私も今度。簡単でしょ。うん、うん、うん、うん。あ、ガチうま。マジか、幸せ。わかる、自分で作ると幸せじゃない、うん、幸せ、心も満たされるくない。うん、久々になんか人の飯食った。マジで。うん、ウーバーももちろんいいんだけど、うん、そのウーバーのご飯のあったかさと自炊のあったかさ違くない？結局自分で作った方が美味しいのは分かってる。うん、ほうほう。でも本当に美味しい。え、幸せさ、やっべね、人生。あんた本当に料理上手やねん。いや、うっせやん、これはもう超簡単だよ。いい嫁になるわお願いします、誰か。え、結婚願望ある？ない。マジで？したくないとかはない。あー、でもしたいもない。いい人がいたらする選択肢も全然あるけど、うん、なんか無理に絶対結婚しなきゃ、結婚相手見つけなきゃとかはない。お嫁さんになりたいとかはない。へえー、でもライリー想像できないかも。でしょ、うん、なんか老後一人なの嫌だなって思うぐらい。あー、なるほどね。別に子供もいたらすごい楽しいだろうし、うん、自分の遺伝子残したいなっていうのはある。へ、うん、えー、そうなんだ。って思う。うちめっちゃ結婚願望あるんだよね。なんか超結婚したい。いつまでに？いつまでにとかはないけど、うん、30代ではしたいから。うん、私も結婚は40代でいいかもって最近思ってる。うんうん、なんか昔はさ25歳とか思ってたけど、うん、こうやって年上の人と関わって全然結婚しなくて毎日楽しそうだしかっこいいし、うん、って思うと分かる分かる分かる。意外と全然そうだよね、うん、なんか仕事が楽しいとさ、うん、なんかそれをやっぱ続けたいじゃん、うん、まあ、結婚もまあしたらしたい楽しいんだろうなとは思う。で、思うけど結婚式がしたい。わ、うん、かる、うん、分かる。もうさ、人の結婚式行くことがやっぱり増えるわけや、うん、ってなった時にね、思うよね。思うわ。でも私、今の自分のタイプの人と結婚は無理だと思う。確かに離婚する、絶対に。あ、だからさ、やっぱ養子のタイプで結婚ってさ、うん、やっぱなんか良くない気がするんだよな、私。え、なんかさ、Twitter？ うん、あ、X？ X ね、うん、とか見てると、うん、顔がやっぱり好きな人と結婚すると、うん、結局許せる、まあね、みたいなの見るよ、うん、まあ付き合っててもそう、まあそれはそうなんだけど、でもさ、やっぱさ50、60になったらさ、はいはい、みんな顔なんて一緒やん、正直。ああ、まあまあそうだよね。ってなった時に、じゃあ顔が一緒になりました、うん、で、その後じゃあ何が残るって中身やん。確かに。だからやっぱ優しさとか中身じゃないとって思う部分あるけど、実際にどうなんだろう。でもマジでライリーの想像できないかも。人生で一人だけ顔じゃないって好きになった人がいるのよ。うん、この人は付き合いたいとかいうよりも結婚したい。この人と付き合うんだったら結婚したいって。それ結構すごくない？思った。うん、でそれはなんで、どこに惹かれて？なんか尊敬するところがたくさんあるっていうか、中身の面で、うん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 、ポジティブ。マジで、でもそれは大事だと思う。うん、自分が持ってない角度のポジティブを持ってたりとか。わかる。私も自分ができないことできる人にすっごいかっこいいっていうか思うタイプなの。基本さ、うちらって割と器用っちゃ器用だからさ、うん、まあ、やろうと思ってできることの方が正直多くない？そう、多い多い多い。なんか完璧にできるというよりは、まあ、一定よりはこなせる、うんうん、そうそう、そう、普通よりは結構できるよみたいな多いね、確かに。だからそこで叶わないとかさ、この人本当にすごいなって思えるところがあったらめっちゃかっこいい、ね、うん、そうなの。だからそれこそ中身の部分でも、あ、ここをこうやって気使えて、うん、こんなしれっとできるんだとか、うん、そういうのを見るとこういう人と付き合ったり結婚したら幸せなんだろうなっていうのが目に見えてわかるよね。うんうん、結婚できんのかな。
10年後も同じ YouTube 撮ってる気がする。わかる。こうやってご飯作って。うちらまだ大丈夫だよとか言ってんだろ。10年後何歳？34。34。私31か。まだ撮ってるね。まだ撮ってるよね。まだ YouTube は撮ってるね。どういう動画撮ってんだろう。30代になってうちらどういう動画撮るんだろう。コストコ爆買いとか撮ってるのかな、30代で。変わってないと思う、うちらは。私の YouTube 始めたきっかけが、人生の思い出チャンネルにしたくて。めっちゃいいね。韓国の YouTuber の人とかみたいになりたくて始めたね、私。はい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 。でも、サムネのテイストとかそうだよね。うん。韓国の、まあ、いろんな人いるけど、Vlog 系、おしゃれ系の人って、なんか本当旅行行った Vlog とか、うん、プロポーズされた Vlog、うん、結婚式の準備の Vlog、うん、結婚式の Vlog、うん、子供生まれたら、子育ての Vlog とか、まあ、そういうなんか自分の人生をちょっと垣間見える。人の人生をちょっと垣間見えるみたいな Vlog で、なんかすごい再生数も出てるし、そんなんさ、思い出を動画に撮ってさ、そうだね、自分でも見返せるしさ、それでなんていうの、生きていけたらめっちゃ楽しいじゃん、うん、最初それになりたくて、うん、今もまあそれになりたいんだけど、うん、なんか気づいたら書き留めとかしてたけど、うん、確かにめっちゃ企画やってたのよ。企画とかじゃなくてってことで、そう、企画とかじゃなくて、元はその個人で始めた時はそうなりたくて始めたから、なんか30代とかちょっと落ち着いたりしたら、うん、そっちの方向の動画ばっか出してる気もする、自分的に。確かに分かる。でもなんか Vlog ばっかな気がする。そう、結婚か早いって。でもさ、21歳でさ、もうこの職業でさ、周りが大人ばっかりで、もっと若々しくしていいのにって自分で思うの、たまに。いや、大人すぎるとは、うん、マジでめっちゃ思っちゃう。本当に年下に思えない。うん、本当にそう、自分でも思うの。そうだよね。うん、変に大人になっちゃったなと思っちゃう。なんか私の割と普段関わる人は28、9、30ぐらいでしたね、うん、その人たちと一緒にいると本当に大人だねみたいな、うんうん、もう人生何周目みたいな感じのこと言われるんだけど、うんうん、なんか自分以上に成熟した人を初め童話ぐらい。マジで、うん、私が今2121でしょ。21の時なんてこんなんじゃなかった。でも確かにライリーも大人っぽいよね、うん、同級生に感じる、そのいい意味で、うんうんうん、自分多分精神年齢が25とかだから、うんうんうん、それぐらいに見えるんだよ。21歳の時こんなんじゃない、こんなん作ってないよ。長女、三女。え、意外。そう、私マジでめっちゃ長女って言われる。え、長女っぽい。っぽい。弟か、年子ぐらいのお兄ちゃん。お姉ちゃん、お姉ちゃん、私、弟。言ってたね。うんうんうん。なんかめっちゃ長女っぽいって言われるんだけど。うん。しっかりしてるの。なんだろうね。兄弟多すぎて、なんか一人でやんないと追いつかなかったの。しかも兄弟みんな年齢離れてて、一番上とも6個ぐらい離れてるし、私下とも6個ぐらい離れてるの。あ、ほんまや。そう、だから割と自分のことは自分で知ろうスタンスの家だったから、そういうのもあるのかも。スキピできるかな。できるよ、出会ってないだけだもん。スキピいない枠。いない。あ、いない枠。うん、正直、うん、ファーストで、あ、もうこの人ってなったら割とずっと考えちゃうまではいかないけど、うん、うん、うちもそのタイプ。そうだよね、うん、うち結構24時間考えちゃう。なんか LINE の返事とかもさ、うん、あー来ねえな、うん、みたいな、うんうんうん、思っちゃうけど、そこまではまだなってないから、うんうんうん、まだ好きではないと思う。確かにね、うん、でさ、やっぱりさ、愛される喜び知っちゃったんだよね。深ー深ー、愛される喜びね。今までさ、追いかける恋愛ばっかしてたのよ、うん、けど前回の恋愛でさ、うん、愛される喜び知っちゃってさ、うん、やっぱり自分のこと好きってちゃんと思ってくれてる人と付き合うとやっぱ幸せだなと思って、うんうん、そういう人がいいなと思ったから。え、追いたい派、追われたい派。いや、もう絶対に追いたい派だった。うん、だって肉食じゃん、どちらかというと、うん、だし、まあ、好きになるような人もさ、うん、クズっぽいとまでいかないけど、やっぱちょっと慣れてる人が好きだからさ、うん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 、そういう人好きになったら結局さ、うん、追ってんじゃん、うんうんうん、手のひらで転がされてんじゃん、うん、がもうほんと大学の時とか、うんうんうん、19、20、21、うんうん、ぐらいまで幸せ。女って追われると幸せ。なんか楽しいのは追ってる方が楽しいのよ、うん、けど幸せなのはやっぱりね、追われた方がって思ったのも、うち福江のがそうだなと思って。あなた今まで結構大恋愛をしてたの、うんうんうん、けど今マモさんと、マモさんがさ、もう激ボレじゃん、もう何しても可愛い可愛いって言って何でも OKOK みたいな。で本当に幸せそうだから、うん、もう福江が見てるだけでニコニコしちゃうもん、うん、わかる。ライリーってプライベート分かんない人だよね。そう、エナピもその類な。あ、一人の時何するかってこと。うん、でも何もしてないんだと思う。で、エナピも同じこと言って何もしてないから、何してんのって聞かれても答えれないって言ってて。うん、めっちゃ SNS 見てる。携帯しか多いんだ。 YouTube、TikTok、ネットフリー、で、私ね、やっぱね、X 大好きなんだよね。出ました、X。 うん、もう一生 X 見れる、私。え、そんな、うん、でも、それで言ったら、マジで携帯見ない人かも。でも見ない
よね、あんま見ないよね。休みやったとしてもなんか忙しいんだよ。なんか家にいると、うん、いろんなこと気になっちゃっていろんなことやり始めるの、掃除したかったりとか、うん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 、だから今日も仕事終わって夕方ぐらいで電話したよ、ライリーと、うんうんうん、その時も掃除してたな。いや、あれ幻かと思った掃除かけてるもしかして。そう、とかなんかここ掃除してみたいと思ったり、うん、それこそ天なんで散歩行ったり、うん、お風呂入れたりなんかなんだかんだやってると気づいたら夜になってるとか。それすごいよね。なんかずっとバタバタしてるから家で。しっかり者なんだよ。だからだらける時ある、うん、2日の時ぐらいじゃない。あ、でもそうかも。1日の中でソファに座る1回とか。信じられない。なんか来てからはさ、こっちずっと座ってんじゃん、うん、ずっとなんか何かしら。うちだけ多分、うち0100人間でやるなら全部やりたいの。はいはい。で、だらけるならもう本当何もしたくない。なるほど。うんうんうん。わあ、私それ考えたら微妙にずっとだらけてるわ。でもなんか想像できる残念ながらね、うん、家とか普通に汚いもんね。え、毎日掃除機かけないの？かけない。え？ここにお目視できたらかける。うちも天がいなかったら毎日かけてないわ。うん、なんちゃうとね、なんか食べちゃうかもしれないしね。そう、私気になっちゃうからやっと、うん、なんか丁寧な生活じゃない？勘弁してほしい。なんかこっちが間違ってるみたい。なんかさ、こんな生活できる人いないよ。なんかみんなも思ってるでしょ。なんかあやとかさ、ドアとか見てさ、犬持ってカフェ行ったりとかさ、コントレックスいいやろそれぐらい。施しがもう全然知らない。ダメ、うん、一番も気にならない人だわ。え、リンカさんわかる？芸能人のモデルの、うんうん、の生活がすごい憧れで、うん、もうあの人もハワイに移住してんだけど、なんかもうナチュラルで、うん、オーガニックで、オーガニックでとか。本当に多分私もう30歳とかになったらビーガンとかになってそう。マジで？でも全然興味あるぐらい好きなの、そういうの。うーん、目の前でケンタッキー食ってやろう。でも多分欲しいとも思わないんだよね。でも今こんななんか丁寧な生活できちゃってたらマジなりそうだよね。ね、そうなの、めっちゃやれる。うちさ、カズレーザーの顔好きなんだよね。あー、昔からなんかエロいよね。え、わかる。うん、わかるよ。カズレーザーがエロいのは全然わかる。そう、エロいの、うん、うちの地元でも唯一一人だけ共感してくれる子がいたの。うんうん。しかもあと口元が好き、笑った時の。あ、わかる。そう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 、エロくない？なんかエロエロい。飲みません？え、カズレーザー、え、カズレーザー、え、カズレーザー、え、飲みません？いや、いいと思う。うち好きなんだよな。肌白いし。そう、あ、出た。しかもさ、頭いいじゃん。そう、わかるわかるわかる。頭いい人ってエロい。そういう考え方できるんだとか、うんうん、でそれも自分にないことだから、うんうん、だからうちやっぱ年下無理かもしれない。うん、うん、愛そうって言われるんだけどね。何でも言うこと聞いてくれる年下が、うん、なんか可愛がるの得意じゃん、とは。うん、で、面倒見るの得意じゃん、うん、だから年下、私も愛そうって思う、見てて。だから理想としては年上とかそういう人なんだけど、結局、なんかだだれ込むように付き合っちゃうの年下みたいな。だから尊敬できる年下ならいいよね、うん、で今の年齢の年下ってもう下すぎるじゃん。あ、そうね。もう学生とかだから、うん、てか最近 TikTok で見つけたこういう彼氏がいいみたいなやつがあるんだけど、教えて。1、寝落ちした時に携帯を充電しておいてくれた時。あー、好き。わかる。うん、うちこれ一回されたこと、されたっていうか、じゃあ本当にそういうのじゃないんだけど。どういうのね。でもこれ話聞けばマジでそういうのじゃねえなと思うんだけど、うん、赤組あったじゃん。赤組の時代、うん、うんうん、赤組の時代じゃなくて、赤組で結構旅行とかしてた時に、うんうん、スノボの時かなんかかな、でみんなお酒飲んでて、で撮影終わってからもちょっと飲んだ、はいはい、でその時にもう結構みんな潰れちゃって、うちも結構潰れちゃうの、うん、もう飲み、赤組赤髪だと思ドアが赤髪の話だと思ってごめん、赤組ごめんなさい。の時にうちも飲みたてだったからさ、うん、もう結構すぐ潰れちゃって、はいはい、携帯とかもどこにあるか分かんないみたいな感じで、もうみんなそんな感じなのよ。パッて起きたら朝ね、うん、全員分充電刺さってて、えっと思ったらヒューダ君が全部やってる。やばやばくない？そういうのできるタイプ。うちそれをやった時に、うん、それをされた時に、うん、こういうほんとちっちゃいことだよ、うんうん、けど相手が困る、なかったら困るだろうなってことをやってくれる人、うんうんうん、すごい素敵だなと思って。気配りすごくない？え、そう、うん、うち気配り、怖い見えそうじゃない、うん、気配りできる人がいいかも。え、そんな携帯なんて正直問題さ、自己責任ってことね。え、自己責任や、そんな、そうなんだしか思わないよ、うん、充電ないとか言っても、うん、それを見越しての全員分充電だから、やっぱそういう人が道開けんだそうだよ、うん、そういう人が道開いてるから。そうだよね。なんか無理だと思っちゃったらしいな。勝てないよ自分には、うん、で、もう一つ、好きそうだから買ってきたよ。大好き大好き大好き、好きじゃない、好きじゃない、めっちゃ好き、大好き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 、このスーパー行ってる時にお前うちのこと思い出してんやとめっちゃね、大好き大好き大好き、ね、分かる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 分か
ちゃよくない？うちこれ経験ないな。ある？ある。あるんかい。だろお前。大好き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 。え、どういう彼氏が服を買うときに、服これ買ったんだみたいな感じで写真送ってきたの。もうなんか普段着ないような系統だなって思って見てたら、リリちゃんが着れるか着れないかで選んだみたいな。え、私さ普段今日カラフルな服とか、うん、結構淡い色、うん、多いじゃん。ピンクとかさ、うん、黄色とかさ、うん、そんな色一切着ないのにそういう系のをしてたから。え、何それ。愛しさと切なさと心強さ と、で溢れた時があったね。溢れるねそれは、うん、とか、なんか私パスタ好きなんだけど、うん、今日これ食べたよみたいな写真が送られてきて、うん、美味しそうだねみたいな感じ言ったら、これ絶対リリちゃんが好きそうだったから頼んでみた、また今度行こうねみたいな。何それ。自分が常に生活の中にいるっていうか、めっちゃいい。常に私を思い出して行動してるっていうことじゃん。なんか買ってってあげるとかもそうだけど、うんうんうん、お土産とかもそうじゃん、うん、そうだね。あ、思い出してんだ私のことみたいな。何それ、めっちゃいいんだけど。ずる。返してほしい。返してほしい。続いて、はい、彼氏が自分の家族にもお土産を買ってきてくれた時。やばー、やばくないそれ。やばいね。そんなことある？そんなことできる人いる？すごくない？親大切に思ってくれるのいいな。うん、これも一個前好きだった人が不意のこの会話の中で、例えばトーアの親の話をするときにさ、うん、普通だったら、え、トーアのお母さんお父さんさ、うん、とか、うん、でママは、うん、とかいう話じゃん、うんうん、でその時にそのスキップで喋ってて、リリのご両親はさって言ったのよ。うわ、めっちゃいいかも。ちょっと待って、ご両親え、めっちゃいいそれ。なんかさ、その育ちの良さっていうか、うん、そのもあるし、うん、敬ってくれて、うんうん、会話の中で自然な流れでご両親って言われるのめっちゃくない？だって友達なんだよ。敬語を使う相手とかじゃないんだよ、うちら。で、私が急にトアにさ、え、トアのご両親はさって言ったらさ、えってちょっと思わない、うん、私に対して、うんうん、思う。なんか素敵な人って思うやん、うん、めっちゃ育ちいいなって思う。そう思うじゃん、うん、でそれをやられた時にご両親って思って、そういうことじゃん。親を付き合ってないけど大切にしてくれるんだろうな、付き合ったとて。買った方がいいよマジでみんなご両親っていいな。いマジ、うん、マジご両親言った方がいい。マジご両親いいな。すごっ、すごいよね。うわ、いいな、うん、これだから賢い人が好きなんだよね。わかる、わ、うん、かるかもそれ。 TikTok で流れてきました。男子のずるい言動。お前なんでギリギリしてんだよ、気持ちいいなこれ大好き、わかる、大好きなんだけど酔ってる時に言う、こっちおいで。はいはいはい。てかさ、え、うち一個言っていい？おいでやばくない？殿堂入り、おいでは、もうおいで、殿堂入りだよね。殿堂入り、おいでやばいよね。おいで嫌いな女いない。わかる、なんであんないいんだろう。来てよりもおいで。しかも席とかトントンしてほしいよね、うん、おいでとか、うん、おいでとかさおいでやべえんだよな。誰おいでとか作った人おいでの語源ね、うん、マジ作った人ほんと感謝。記憶を辿ってるもん今までのおいで。わかる、どのおいでが良かったしかもさ、お前その声えのっていうトーンで言うやついいんじゃん。いる、おいで好きだ。おいでいいね。ふとした時のん、はいはい、はい、もうそんなんも殿堂入りだよ、ね、これ殿堂入り、もう殿堂入りで、ん、おいで、うん、おい、殿堂入りか。もう殿堂入りですよ。彼氏のこんなところが好き。はいはいはい、私の写真をスマホのロック画面にしてくれるところ。はいはいはい。これの何がいいかって、まあもちろん、うわ、愛されてるなって思うけど、俺には女いるぜっていう、わかる？だって、普通に、例えばね、彼女持ちの男2人と飲んでるとします。うんうん、2人のロック画面見て、どっち行くってなったら、彼女の写真にしてない男に行くじゃん。うん、それはね、もう、それで分かってるから、ね、うん、あ、こいつは女いるんだ。うん、しかもロック画面にすることで、相当大切にしてるんだって思うしね。わかるじゃん。だからほんと予防線としてもいいよね。大人が恋愛になったら多分そんなことしてる人少ないじゃん。うん、でも結局、うちらは、そういうなんかちょっと青春みたいなことも、したいのよ、うん、今はでもしたいの、うん、ホーム画面にしてほしいし、ホーム画面にしたい。しかも今 iPhone の機能でさ、何種類かホーム画面作れるやん。してた声が打たれた。してたの玉がめっちゃ飛んでるの。でもわかる、したいよね普通に。そう、毎日見たくない？そう、俺の彼女はこんなに可愛いですよ、私の彼女はこんなにかっこいいですよって、もうアピールしたい、うん、アピールしてほしい、うん、彼女の特権だよね。
マジで死なねん、彼かのいる子ね。男ってさ、ストーリーあげね、女の子が好きって言うじゃん。あげね。なんなのこれ。だから、SNS に固執してないのがいいでしょ。承認欲求少なめっていうか。そういうこと、うん、じゃあうちたも仕事的に無理じゃない。それは当てはまんないと思う、うちら。無理だよね、うん、そこ求められても無理だよね、うん、私が仕事だからさ、うん、うちらも思わない。男の子さ、めっちゃストーリー乗っける人よりさ、急にラーメンだけ乗せる人とかさ。あーまあね、急に景色と動物だけ乗せる人とかの方がさ、好感じゃない。まあ、確かに確かに、気になるよね。うん、でさ、こういう SNS やってる人に限ってさ、 SNS をやってない人が好きっていう人多くない、うん、多い、マジで多い。気持ちはわかるよって感じ。気持ちはマジでわかる。え、わかる。なんかさ、こういうの出てくるって。あの、出てくるよ、こういうさ、こういう TikTok 全部読まないんだけど、私。うちめっちゃ読んじゃうんだけど。大好き、こういうさ、え、誰が考えてんの、めっちゃわかんねんけどっていうTikTok。 だから私結構交換、私がそれやられたらいいなって思うから、私がやるようにしてんのは、トイレに携帯持ってかない。はい、やります。やるよね。うん、めっちゃやります。しかも私の場合は表向けでいきます。わかる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 、うん、見せれますよっていうね、うん、絶対持ってかないから。男も持ってかないと本当に好感度。わかる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 。トイレで確認してんだ、うん、いや持ってきたいよ、うん、正直。わ、うん、かる、めっちゃ持ってきたいよ。めっちゃ持ってきたいよ。めっちゃ持ってきたいよ。あーっていう感じでトイレには行ってるんだけど、うんうん、めっちゃ持ってきたい、ね、我慢するよね。我慢する、うん、わかる。今すぐにでも見たいけど、デート中はね。てかデートとか久しくしてねえな。デートしよう。デートしたい。てかデートって何？どっからがデート？今別に2人で会えばデートじゃない。そうだよね、うん、なんか旅館とか、なんか食べ歩きとかしたら食べ歩き。いや、旅館と食べ歩き違うんだよ急に泊まってどうしてるやん。旅館行って次の日近くのなんか食べ歩きとかさ、最高。最高だよね。それは付き合ってるやん。あと付き合ってから、うん、付き合う前のデートって。でも私さ、一番好きなのさ、おうちデートなんだよね。そうなんだ。家でゴロゴロしてるのが一番幸せ。それもさ、付き合ってからでしょ。いや、違う違う違う、うん、え、付き合う前の一番いいデート何？うち一個あんのよ。一番、うわ、デートしてる自分って思ったの。いい、言って。ドライブからの夜景。はいはいはい。からの帰りにサービスエリア。はいはい。やっぱドライブね。ドライブだよね。ドライブっていいよね。確かに。なんかあの二人きりの空間で喋ることなかったら音楽かければいいし、うん、だから本当に苦の時間がないわけ。だからまあ私は免許持ってないからさせてしまうことにはなるんですけど、うんうんうん、運転をね。ドライブ。え、待って、ドライブしたい、めっちゃ今ね。で、夏の夜の海とか。はいはい、よくない？最高ね。ドライブに勝てるもんないかも。だからちょっとトイレ行きたいとか言ってコンビニに入ってもらって、男の分の飲み物も買っていくとか。あ、最高最高最高。そういう彼女面、うん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 、彼女面大好き。でもそのベタなので行けば水族館とか結構好きなんだよね。え、うち行ったことないかも。マジで？デートで。楽しいよ。え、マジで？うち候補にも入んない。デートしようってなって。え、付き合う前でしょ？うん、なんかもうなんていうの、定番すぎて楽しい。イルカショーとか、ドラマみたい。すごい納得いってない満足してない。え、水族館デートか、うん、あ、まあでもドキドキするかもね、暗いし。そうそう、もう一個、うん、思いつきました。ナイトシアター。うわ、うち次言おうとした。あ、ほんと？めっちゃ言おうとした。ナイトシアター結構良かった記憶ある。シアター呼びだるなに、逆に何映画じゃない、映画でしょ。いや、ナイトシアターナイトシアター映画じゃダメ。ナイトシアターしないとダメ。でもうちめっちゃよかった。え、言ったよね、この話。外の映画館にさ。あー、言ったね。あ、それいいな。めっちゃよかった。なんか、そうだよね。普通に友達行ったんだけど、私は、うん、山の上でダウン着ながら、はいはい、夏なのにだよ、アウター着てみんなで芝生の寝そべって映画を見るのとかはめっちゃ、エロいかい？ゲゲエロ。エロいかい？あれはめっちゃ。わー、それ行きたい。それは超おすすめ、うん、デートにマジでおすすめ。ねえ、やっぱ普通じゃない映画。うん。いいよね。うん、外もそうだし、うん、ナイトシアターもそうだし、うん、特別感あるじゃん、映画、ポンの映画じゃなくて。うん、それいいよね。しかもさ、映画の何がいいってさ、その後に感想言い合えるから。そうなの、そうなの。話が途切れないから。うん、その後ご飯行くとしてもさ、うん、その話できんじゃん。夏の夜のヨヨコとか。はいはい。アイス買って、アイス食べながら夏の夜にヨヨコ。逆に私、冬の昼のヨヨコ。わー冬の昼派ね。わかるよ。ホットラテとか買って。うわヨヨコはいつでもいいね。ヨヨコ、春夏春冬いいね。安くいいね。安くいい。うん、てか2024年はいいデートしよう。てかさ、数こなさね。え、わかる、数こなそう。その中にいいデートも悪いデートもあるよ、うん、悪いデートがあったらこうやって動画にすれば。確かに、うちらの気分は晴れるよ。晴れる。数こなそう、数こなそう、うん、数こなす同盟。数こなす同盟しよう。数こなす言いづら。月に何本目標デート月
き、うん、え、それはもう夜ご飯だけでもデート、それはうん、二人で差しの何か、うち今の感じだったら頑張っても月1だな。え、わかるの。え、だよね。え、まずそのデートに行く男がいねえからさ。だから、え、じゃあ例えばじゃあ月に2本できたらそれはもう繰り上げで、うん、次の日にやってもいい。そうだね、そうだね、来月にの繰り上げ分でも、うん、繰り上げ分とかしたらまあギリ。そうだね、月1か。月1な、難しいよね。新しい出会いないと無理だよね。だから新しい出会い探しに行こう。てかいろんな界隈に、うん、そう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 、いろんな界隈にちょろちょっとちょちょっとね、こう、うん、ガブガブガブとガブガブガブと、うん、してみましょう。してみましょうよ。2024年も、はいはい、男に腐らず、はい、男に媚びず、yes、でも男は耐えさず、はい、頑張っていきましょう。というわけで以上、めっちゃ撮ったんじゃん。大丈夫、行動が喋りすぎたんじゃん。というわけでごちそうさまー、美味しかったです。バイバイ。おなら出る。あ、ねえ、みーやん。みーだよ今のは。ずっと我慢して。